皆さんこんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは2005年に GMT マスターズ16710を購入して以降、約16年間にわたってロレックスをコレクションしているロレックスファンの目線でチューダーについても語っていくチャンネルです。先日チューダーの新作ペラゴスが発表されましたが、今回はこのペラゴスについてロレックスファンが感じたことを語ってまいりたいと思います。ご存知かとは思いますが、先日新作発表されたペラゴスはこちらです。これを見た時の私の第一印象ですが、でした。これまで人気を牽引してきました58ではなくペラゴスで新作を出してきたあたり、チューダーがペラゴスを手こ入れしてきた感じを受けました。そもそもペラゴスをあまりご存じない方に説明しますと、ペラゴスはこのようにブレスタイプはもともとありまして、あまり知名度がないためか、正規店に行くと、このブレスタイプのペラゴスは結構見ますね。よく置いてありました。58と比べてケース径が 42mm と大きいのが特徴でして、そのケース径の大きさから好みが分かれて日本人にはあまり刺さっていなかったんだろうと思います。ロレックスで言うとシードエラー的な位置づけですかね。ロレックスの方はシードエラーよりもサブマリーナの方が人気が高いということからもお分かりの通り、チューダーも58の方が人気です。今回の新作モデルは既存のモデルとどこが変わったのか見ていきますと、まず今回の新作はファブリックのみの展開となりました。定価は 443,300円で安く感じますが、ファブリックなので金属ブレスよりも安くなるのは当然ですね。大きく変更されたのはこのベゼルですね。従来のモデルは58と同じ伝統的な逆回転防止ベゼルがついてましたけれども、今回の新作は両回転ベゼルがついてまして、また10分20分のメモリは時計回りではなくて反時計回りになってますね。このように既存のモデルとベゼルが全く違うので、かなり異なった印象を受けます。このベゼルが好きな方であればありかもしれませんね。ケース径は従来と同じ 42mm なので、大きめの時計が好きな方は候補の一つに上がるかと思います。またこのようにベゼルにも夜光が入ってますんで、視認性はかなりいいと思います。暗いところではかなり目立つと思いますね。ちなみにこの新しいペラゴス、ペラゴス FXD と呼ばれるらしいですが、チューダーの公式サイトで、新しいペラゴス FDX になってますね。こちら5色ではないでしょうか。今回の新作ペラゴスにつきまして、私が買うかと言われますと、今回は買わないかなと思います。まず、青ベゼルであれば、この58のブルーをすでに持っておりますので、こちらで十分です。58ブルーでいいよね。おそらく似たような感想を持たれた方多いのではないでしょうか。また42mm というケース径はやはり日本人には大きめなので、好みが分かれると思います。39mm の58の人気が高いことから分かるように、ケース径は 40mm 以下でないと一般受けはあまりしない傾向にあります。よってペラゴスの新作が大人気になるということはあまり考えられないかなと思います。発売当初は入手しにくい状況が続くとは思いますが、時間が経つにつれて店頭に並ぶことも多くなってくると予想します。個人的にはペラゴスではなくて GMT の新色を出して欲しかったですね。例えばこんなのはどうでしょう。バットマンカラーです。ただこれを出してしまうとロレックスとの差別化ができなくなるので、出してこないでしょうね。ロレックスにはないカラーとしてグリーンレッドとかはどうでしょう。こんなのが出るとロレックスファンの心をくすぐりますので、チューダーさんぜひご検討ください。以上、新作ペラゴスについてのロレックスファンの感想でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。 Have a nice チューダー。